2つ目、うん、この突然仕事のご縁がね、はい、ある思いがけないご縁が来て、その仕事が、30億円のビジネスにつながっていったっていうのがね、2つ目のことですね。30億円、何ですかそれは。3ビリオン、そのあるお誘いっていうのは会社の中で突然ね、はい、その、まあ、当時僕の勤めてた企業は東京有楽町 の、はい、あの国際フォーラム、あそこで展示をねやるっていうのが一つのこう、はいはい、お祭りみたいなのがあって、はいはい、まあ、自社の商品とか企画を展示するんですよ。でそれに展示に出られるっていうのはちょっと会社の中では名誉なことなんですよ、うん、ステータスとか、うん、みんな出られるわけじゃないんですね、はい、でそれに出る機会をまずいただいたっていうのが一つ、はい、はい、うん、でこの出る機会って、ね、本当はね自分の組織の中で予選を勝ち抜いて出るみたいな、うん、そういうやつなんですよ、はいはい、ところがその展示の主催のとこから一本釣りみたいな感じで、ね、その組織の中のせめぎ合いをすっ飛ばしてよそからポンとポンと抜かれたんですよ。敵を作りそうだね、致命的だよね。なんでやつがみたいな、なんでおじさんなんだろうみたいな、そうそう欲しいのみたいな、そうそうそう、ただ普通はありえないことです。やっぱ社内の中での調整、組織の中の調整を得て、まあそうですね、まあ、うん、派閥の推薦を得て出ていくみたいな、はいはいはい、それがなんか総理から一本釣りみたいな感じですよ。なるほど。まあある種自民党みたいですね。なんかね、そうあんまり確かによくないというかね、いで組織としてはちょっと秩序を乱しかねないといえば乱しかねないんですが、それで行っちゃったんですよ。すそれも友人さんのご縁で、あ、こういうことみたいな。その友人さんが来られてから、うん、その30億のお話までどのぐらいの期間だったんですか。あ、でもスパンとしてはでも最終的にどれがかかったんや。ああ、30億が会社に入ってくるまでやっぱり1年ぐらいかかりましたよ、うん、そこからプロジェクトが始まるというかね、はいはいはい、あのその展示に出て、展示に出たらその、30億のビジネスを取ろうと思っている営業さんが、はい、あの声をかけてきたと、はい、でぜひ取りたいんで協力してくれと、はい、言われましたと、はいはい、で分かりましたと、はい、いうので協力をして、はい、でそこでそれからね、まあ、あのその会社どこまで行っていいのかな、まあ、あの保険の会社のなん で、はい、でその保険の会社の向けの商品をね、はい、一緒に共同開発して提案しに行くと、はいはい、でその過程ではそのセールスレディのお姉さんたちにね、うん、30人ぐらいお話ししたかな、うん、で調査をかけて、はい、でこう適切な提案を持っていったみたいな、ね、はい、ことが、まあ、でそれで受注できたと、まあ、ライバル企業がいたんですけど、はい、当初はライバル企業との折衷案だったんです、うんうんうん、半々だ 15億ずつ分けようみたいな、はいはい、でしかもその会社はその依頼クライアントの、と資本関係がある会社なんですよ。あ、ちょっと競合としては強いですね。強いです。アドバンテージじゃないですか、うん、そう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 。でも結局そこの15億円全部独り占めすることが、うん、こっちの提案の方が良かったんですよ。うん、それはうちの研究でやってたことが功を奏したというので、まあ、もともとそういうね、うあのクオリティが高い研究で、ね、高い、まあ、それは大前提でね、それでうまくいったっていう。ちなみにじゃあその龍二さんが現れましたよね、うんうん、でその仕事がトントンとうまくいく、うんうん、その間にその龍二さん現れました、うん、例えばその神棚にその龍二さんを祀ったとか、なんかそういうなんかその手はずっていうのも変ですけど、手はず、あの現れ来てくださったのはいいけど、うん、じゃでもなんかこう神棚にちょっとやる人いるますよね。でもね、僕ね、あんまり大きな声じゃ言えないんですけど、はい、結構物臭でね、物臭でこんな本書いてるのに、うん、結構まめにこういろいろこう、うんうんうん、なんかお世話とかね苦手なんですよね。こう、もう花に水やる的な、あ、毎日のね、僕はそういうのでちょっとね、そういうことをやろうっていう意識すらなくって、はい、でまあ後年っていうのかな、まあ、僕が本で龍神さんのことを書いたのは2016年なんですが、うん、2016年に龍神さんのことを書いたら、うん、急にね龍がいるとか言い出す人が増え出したんですよ。なんか、俺ってその人たちはちゃんとやってるねっていう感じです。2匹目の土壌みたいな、2匹目の龍元祖はあんまりやってないみたいな、うんうん、僕だから来たから、
そう、なんか神棚とか作らんでも来るから別にいいや。何それ。やっぱ京都やこれ。これ京都やわ。それは苦しいみたいな。それこそ仲いいしみたいな。神棚もいたり、龍の置物とかを置いてね、で水とかあげて、うん、であのとこちらにおいでいただくっていうのが、うん、まあオーソドックス。いやだって馬関おねえだって毎日やってますよ。もう毎日やってますよ。龍のね置物ありますよ。いつも撫でてますよ。うん、名前言えば来るんやっていうのが僕にとって学習しちゃったんで。名前すごい。ああそういうもんなんやと思ってるから。名前読んだら、うん、ビューティフルネームだよ、ね、そうそうそう、リュウちゃん、リュウちゃん、リュウちゃん、来やすく、急になクラブのママみたいな、初対面ですから、リュウちゃん来てみたいな。へえ。そうなんです。クズリュウさんはクズリュウさんでいいんですか、名前、うんうん、として。そのクズリュウさん行った後に他の龍神さんお参りしたとか、そんなことも他の神様行ったとかもあんまりなくて、クズリュウさん以外だと、あでもね、あのクズリュウさんはクズリュウさんでも、はい、東京に檜原村でいいのかな、奥多摩の檜原村、はいはい、あっちのクズリュウさんはまた違いますね。ほう、あそこのクズリュウさんも素晴らしい。であっちはもともと戸隠のクズリュウさんを、はいはい、まあ、感情読んできてる、はいはい、んでね、あっちのクズリュウさん、あっちのクズリュウさんで、うん、いいですね。どういうふうに違いますか、なんか何が違うんでしょうね。あの雨雲ではなかった、雨雲って感じではなかったですね。あ、感覚としてこう現れた時に、うん、もうちょっとなんか 水の爽やかさっていうの、川の流れの水の爽やかさの方に近い感じはありましたね。へー、うん、まあ、でも素晴らしいですね。だからいくつかやっぱりいるなっていうところはやっぱあるいるなっていうのはあって、まあ他名前も同じクズリュウ、うん、そうですね。あ、だからね、あの檜原村のクズリュウさんは家に呼んだことはない、うん、やっぱりこのどこぞこの誰べみたいな感じで、うん、いやだから箱根のクズリュウっていうか、あの僕部屋に来てビビって呼んでないって言った口ですから、うん、そんなに家にね、そう未来に呼びたいわけではない。そんないやなんかもうなんか女子がさ男一人なんか吹き込んでるみたいな、そういう読んだら来たみたいな、そうそうそう、でも読んでないみたいな、そうそう、もう別に一緒に酒飲むとかいうわけじゃないから、だって、ね、来てね、来ていただいても、ね、他にもおもてなしもできないから、他にも神様のとこ来たことあるんですか、龍さん。一時期そんな時期ありましたね。人間神社とかよく行き出せるようになるとそういう時期があるんじゃないですかね。あ、やっぱこうついてくる、そう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 、なんか家に来てんなみたいな、よくありました、ね、もう先にいるとかね、うん、帰ってきたらただいまお帰りなさいみたいな、うわっ、みたいな、いるなっていう時期あります。あ、そのいうふうな、あのよく家に神様が来るようになったなって時期があって、はい、それがね2000あれいつもらったかな、クズリュウに行ってから2年後ぐらいかな、2010年ぐらいかな、2010年の2月ぐらいに法隆寺、はい、法隆寺、はい、法隆寺に行った頃にちょうど僕はそれこそあれですよ、三上さんとかね、飛鳥先生とかやられてるようなああいう聖地をね、あの秘密を探るみたいな、古代史とかね、うん、こうちょっとなんかあの古代ロマン面白っとか思ってた頃ですよ、はいはい、でその時になんかね、聖徳太子が法隆寺に封印されてるみたいなね、封印、うん、それになんか僕すごくビビって反応しちゃってそれはあれですか、うん、なんかそういうメッセージが降りてきた、それとも本で何か読んだ、どっちですか、聖徳太子となんか縁があるよみたいなことをまず誰かに言われたんです、はい、一つ、うん、聖徳太子と思って検索してたら、はい、夢どもに封印されてるって情報を見たんですよ、はい、でそうするとほらその時はそうかと、もうその時はもうハマってる時期ですから、はいはい、よっしゃちょっと行ってみようと、はい、で封印なんか分からんけど行ってみようと、はい、思ってとりあえず行ったんですよ、うんうん、で行ったらその、さっきね友人さんは雲の雨雲の感覚って言いましたけど、はい、なんか聖徳太子っぽい感覚ってあるんですよ。どんな感覚ですか聖徳太子っぽい感覚っぽい感覚っていうのがあるんですよ。はい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 、いるとか思って法隆寺に行ったらね、それが蔓延してるんですよ、その、うん、聖徳太子の 木みたいなのを感じられたってことですね、うん、
わ、なんかこれ明らかにいっぱい漂ってると、うん、これはなんかあるぞと思って、うん、でまあそのネットの情報だと 夢殿に封印されてるっていうか、はいはい、夢殿かよし行ってみようと、あの八角形ですね、はい、そうですね、これかと思ってね、夢殿を見ると、でそしてああここに封印されてるかとか思って、よし解放しようと、封印されてるかにはなんか閉まってたら開けたくなるじゃない、なるのが人情じゃないですか。ああそうですね、それはそうですね、何のために来たのよと、ね、それで、でも待てよと、結界を解除するとかね、封印を解放するってどうすればいいかなと思って、うん、しばし考えるわけですよ、うん、でもここに来たからには多分やるんやろうと、うんうん、ではっあそっかそっかと人と思い出した、蓋ってどうやって開けてどうやって閉めてるかなと、うん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 、ね、ペットボトルの蓋とかね、うん、開ける、はい、で開ける時っていうのはいわゆる反時計回りに開けるんですよ、うんうん、で閉める時っていうのは時計回りに閉める、うん、これはおそらくどの蓋とかいわゆる蛇口とかの類で、うん、みんなそうですよね、まあ、海外も同じですね、そうそうそう、うん、あそれやと、ということは、うん、結界っていうのも反時計回りでぐる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 回っていったら、僕が夢殿の周りをね、はい、半時計前でぐる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 回ってったら、うん、蓋が開いてくんやと、おお、うん、それはキャップだ、もうキャップ、キャップキャップ、それはそう降りてきたんですか、あそうです、あそうです、その夢殿に行ったらどうしようと思ってたら、うん、こうその情報が持ってきた、うん、そうそうそう、別にあのホームページに開け方までは書いてなかった、開けに行くバカがいるとは思われてなかった、それ封印されてるだけだからねね、確かにね、そうですよね、あのそのホームページの目的は封印されてるまでだから、ね、そう開けろとは言ってないもんね、でも僕やっぱりね、問題解決をね、ああサラリーマン時代に叩き込まれてますから、ソリューションってやつですね、そうです、だから問題があったら解決したくなる、うんうん、封印されてたら開けたくなる、ね、ソリューション、ソリューションです、開けようと、だもう回るんだと、はいはい、で回って半時計前でぐる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 回ってたと、何周ぐらい回りましたかね、ある程度回ったところでもう OKOK、OK OK、みたいな感じでね、え10回ぐらいとか、ああそんなんです、そんなんです、夢殿の外を回ったんですか、そうです、もちろん、うん、中を回ってないですもんね、外回ってました、外を回って、うん、そしたらファッとこうね、なんか上がった感じがしたんですよ、おこう上がったぞと、うん、あーこれうまくいったと思って、こうやってコーラをピシュッてドキュッてメントスコーラみたいにドワーみたいな、ね、あー上がったと思って、はい、うん、上がったはいいんだけど、まあ封印されてるってことは、まあ言っても家の中にね閉じこもってる状態ですよね、うん、はい、で家から出てったと、はい、家ないじゃないですか、うん、え、ちょっと待って、今まで家住処があったのに封印を解除してしまって出てしまったら家で少年状態でしょ、言ってみれば、そこまで心配するんだね、ホームレスじゃないですか、いやもう戻ってくれ、もう戻ったらいいんじゃないですか、戻らないもん、戻らないみたいな、出っ放しやから、出っ放し、どうしようと思って、どっか落ち着かないといけないよな、そりゃもう千何百年ずっとこう、うん、閉じ込めて、そうです、そうです、そうでもやっぱちょっと心配になってね、はい、ちょっとうーっているから、ちょっとできるかどうか分からんけどちょっと会話してみようと思って、うん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 、頑張って会話してみたんですよ、はい、でどっか落ち着きたいと、やっぱり、はい、うん、どこにがいいか、どこがいいっていうね、逆にこう 聞いたりはしたんですか、ね、どこがいいですか、どこ行きてんだよ、うん、そう今までずっと夢元にいたんだねみたいな、そうハワイとかさ、そう聞いてみたんです、ロスとかね、どこ行こう、どこをお連れいたしましょうって、そう、なるほど、そうしたら当時スカイツリーが開業直前だったんですよちょっと待って、いきなり東京、東京、あの、はい、奈良から、うん、東京、そう行きたかったね、どうもね、東京、そう、やっぱ広いところで活躍したいじゃないですか、こうありません、結構ミーハーあるね、うん、今の日本の中心は東京、東京か、ね、そう、しかもスカイツリーってまだそう開業直前でもう立ってはいる、はい、あの立派なあの大しいあれが立ってはいるんだけど、まだ人が来てない状況だったよから、はい、空いてるとしかも、ま、いてる、まだネットで検索したらあのスカイツリーはレイラインを分断するような場所に、はい、なんか言いますよね、なんか江戸城の呪術が、うん、